ビクトリア号の復元船ビクトリア号は地球一周航行を目指しフェルディナンド・マゼランが指揮した船団を構成した5隻のうちの1隻。木造帆船ねで85トンの大きさ。船首はキャラック船あるいはナオ船という。名前はマゼランが国王カルロス一世に中世の誓いを立てたサンタマリアデラ・ビクトリアデトリアナ教会にちなんでいる。 1519年から1522年にかけての地球一周の旅を達成した唯一の船となった。この遠征は過酷なものとなり、出港当時265名いた乗員のうち、生還できたものは18名のみであり、航海の中でマゼランはじめ大部分の人員が失われた。船団を構成した他の船は、機関取りに出っド号、サンアントニオ号、コンセプシオン号、 サンチアゴ号で、ビクトリア号を含めて、総勢5隻である。マゼランの死後、艦隊の指揮官は様々入れ替わるが、最終的に1522年9月6日、フアンセバスティアン・エルカーノの指揮のもとビクトリア号がただ一隻、スペインのサンルカールデ・バラメーダに帰還し、地球一周を達成した。エルカーノを含めた十八名の生存者のうちの一人、アントニオ・ピガフェッタが後に後悔気を表し、 地球一周の旅の記録を今日に伝えている。他に、スペイン王の秘書、トランシルバーノが後に、エルカーノなど3人の乗組員から聞き取った長所や、ビクトリア号の公会長アルボの公開日記なども、残っているが記述の分量では、ビガフェッタが圧倒している。後年の電気作家や研究者は、ビガフェッタの記録を中心に、トランシルバーノの長所、アルボの公開日記、 セビリアのインディアス総合古文書館に残る公文書などを加えてマゼランの遠征を考察している。1986年に1992年のクリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸到達500周年に合わせて歴史的な戦隊を復元する計画が持ち上がり、コロンブスの戦団を成した三隻の船、サンタ、マリア号、ピンタ号、ニーニャ号と共に ビクトリア号も復元され、1992年に開催されたセビリア万博に際しては復元船の展示が行われた。万博終了後、同船はグアダルキビール川に係留されていたが、2005年開催の愛知万博にあたって、スペインからの出展とする案が持ち上がったことを契機に大修復が施され、2004年10月12日にセビリアを出港し、 再度の地球一周に挑んでいる。この計画は単なる再現ではなく、同時に当時の造船技術や遠洋航海についての各種の実施調査を起としたものでもある。船体については当時の文献や図面などに基づき忠実に再現され、材料も同じものが使用されており、地球一周航行においては、高天時などの非常用として、 動力や2004年当時の最新の観測機器も搭載されているが、基本的に航行に必要な各種の道具は4分技など16世紀、当時のもののレプリカが使われ、搬送も人力により行われている。航路については、マゼラン一行のそれとは大幅に異なり、アメリカにおいては、南米大陸は経ず、マゼラン海峡ではなく、パナマ運河を通り、アジア地域については、マゼランだと、 現地住民の戦闘があった、フィリピンのセブ島などの縁の地にはよらず、万博開催中に開催地である名古屋をはじめ、日本の各地に寄港し、万博をつなぐ船として2010年に、上海万博の開催を予定している上海などを経て、航海した。航海の後半においては、インド洋南部を渡り希望本周りで、アフリカ大陸西岸を航海したエルカーノの航路ではなく、 マラッカ海峡からインド洋北部、インドは大陸南端を経て、スエズ運河から地中海に入り、スペインを目指すという、より現代的な航路が選択され、出港から1年半余りを経て2006年5月4日に、セビリアに帰還した。ピガフェッタ、トランシルバーの著、マゼラン最初の世界一修航会、長男ミノル役、岩波書店、岩波文庫、2011年、 ISBN 978から4から0から334941から0ピガフェッタの記録及びトランシルバーノの長所の全文が和訳されている。ありがとうございます。